スターターセット V 最強決定戦。え？はい。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 こんにちは、東進です。はい。こんにちは、東進です。はい。こんにちは、東進です。うんうんうん。一人だけわかるな。いや、俺全然似てなかった。今のそれで言うと多分。いや、でもそれ言うとね、本人も結構怪しかった。はい、ちょっと本人も怪しかったね。はい。今日はじゃあこの4人で、スターターセットが出たんでね。まあこれで。デッキが5個あって僕ら4人しかいないんだけど1個余りますが、なんかねこれどうやって決めそう、このセットで決めれるんですよ。これ入れるとランダムで、長い今落ちたね。あ、ちょうど見やすいね。でもさっき言ってましたけどね、俺も好きなとこに入れれるから、そう攻略を見つけた。これ攻略を見つけたんでね、好きなとこ落とせるんで。じゃあ丸くに全部落としてもらいました。いや、さすがにみんなでやった方がいい。一人ずつやった方がいいやろ。じゃあデッキ5個あるんですけど、誰がどれ決めるかはね、じゃあこれで運任せ、モンスターボールに決めてもらいましょう。うわ、最悪だ。なんか動画撮ろうと思ったから、動画撮るんかと思ってさ、これ閉じようとしたら対戦してたの忘れて切断しちゃったんだけど。マジミスった。最悪だ。ちょ、割と編集だるくなるんでやめてください。いや、別に入れといていいっすよ。ちょ、罠でしょ、これ。これ切っただけで終わるから。じゃあバロイキの切断中ということで、いえ普通に負け角とかじゃないです、普通に当たった瞬間間違えて切っちゃった。ここからでいいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いいですか。はい。どこに入れますか。いやね、僕そう、僕と後輩くんで最初考えてたんですけど、レジロックがね強そうっていう話なんですよ。そう、ちょっとね。でこれね、こいつが鍵なんですよ。やめましょう。それ。もう、こうだな。いいって。こうだな。誰も。これでいける。いや、ここにね、くぼみがあんのよ。はい、これ。ここのくぼみあんのよ。はい。ほうほう。これを、この位置関係にすると、いけます。はい。あ、ちょうど。はい、はい、はい。外れ。旦那さん。出来なし。はい、この辺だな。よ。はい、はい、どうぞ、どうぞ、あげます。まあ、クソ割りかし悪くないんですけどな。テレビで、ちょうどやります、今のおじさんだね。正直、どれでもいいんで。うわー、さっき予習してたんだな。一回これを使っちゃったから。どうぞ、わかりました。残り物福理論ね。残り物福理論ですから。さあ、なしなしなし。あ、ただ、これ下手くそかもしれない。もう一回。水以外、よし、まあ水じゃなきゃいいでしょう。俺は水が嫌なんで。あれもレジロック取らんや。レジロックですね。いや、レジロック。あ、ちょっと、ずるいです、それは。振り直しましょうか、それ。いいけど、別にどうでも。ああ。やっぱレジロック行きにづらくなってんじゃないかな、これ。テレビより、いや、そう、レジロック全然入らんよ、ね、練習の時レジロック全然入んなかった。いや、雷だって塔いないっすよ、一人だけ。これは優勝しないとやばいね。これ止めてください、彼を。俺雷弱点ですよ。やばい、終わったな。しかも俺、ここはね、残念ながら俺弱点つける人はダムナさんか。ダムナさんと当たったら弱点つける。僕誰にも弱点つけないんだよ。確かに一番きついのは旦那さんかもしれない、はい、じゃあマッチング決めよう。はい、はい、同じ色引いた人からですね。はい、不足な手使おうとするからです、旦那さん。いやはい、どうぞ。同じ色でやろう。はい、せーの、はい。うわー、死んだ。旦那さんだ。死んだ。やった。死んだ。やばい、弱点。やばい、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 このマッチは。死んだ。どうしよう、ここ弱点でしょ。いや、俺らも弱点でしょ。いや、でもなんか、さっき紙砂利と水でやってたけど、なんかあれだったよね。ワンチャンありそう。ワンチャンありそうではあった。ワンチャンあんの、これ。一応、サイドあと2枚になって、カプコケコブイ倒せれば勝ちみたいなとこまではいった。はい。からまあギリ。じゃあ最初バロイ君とトシさんにやってもらいましょう。そうしましょう。はい。じゃあ対戦編に続きます。勝ったなこれ。